は、レイバックとラブ4を比較してみたということで、まあ、前回っていうか以前ね、ちょっとレイバックの動画を見たいみたいな方いましたんで、ちょっとねご要望にお答えしてレイバックとラブ4をね比較していきたいと思います。まあ、いつものねサイズ、最小回転半径、燃費、外装、内装、ADAS、ナビとかメーターのその辺のインフォテインメント周り、快適装備、納期の違いで今回も評価していきたいと思います。まあ、サイズはこんな感じです。はい、まあレイバックだったらマンションの立体パレット入りますけど、レヴォーグと違って全幅が 1800mm オーバーなのと、全高が 1550mm オーバーなので、ちょっと駐車場はね気を使わなきゃいけないと。そしてレイバックの方が若干軽いと。でもラブ4はもうそもそもマンションの立体パレット入らないんで、まあ、これはかなり、まあ、ギリギリ入るかな、頑張れば。場所によっては 5mm だったら入るかもしれん。他の男だと入らないかもしんない。あれか、アドベンチャーとかだと入らないかもしんないね。うん、アドベンチャー6号なんでね、もうちょい幅広なんで。じゃあ最小回転半径、まあ、こんな感じで、レイバックは 5.4m、ラブ4はね 5.7 なんですよ。そう、ラブ4結構でかいんですよね、最小回転半径。変な話、クラウンの方が後輪操舵ついててね、より切れますからね。じゃあ燃費の違いはどうなのよ問題、これはねちょっとスバリストの皆さん目つぶっていただいて、耳も塞いでいただいて結構です。飛ばしていただいてね。まあ 13.6 です、レイバック。まあでも割と悪くはないのかな。でもね、やっぱラブ4 15.2 強いな。うん、トヨタ強い。うん、こればっかりはしょうがない。うん、レイバックもねめちゃくちゃいいんだけど、まあちょっと燃費はねトレードオフですよ。うん、その代わり安全性と走行性能と雪道の安心性をね手に入れてるんですから、まあトレード行ってこい。まあこれはねしょうがない。うん、代わりにね得られるものが多すぎるからね。じゃあ外装、まあこれはレイバックの方がいいかなって感じでした。理由としては、まあ今回外装っていうのは透過類の評価なんですよ。でまあリアウィンカーが豆球っていうところで、ラブは4だともうバックランプまで豆球だと。いや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 、ヤリスクロスでも LED じゃん。まあ、ナンバートは豆球だけど、彼は NBOX でも LED だぞと。ナンバートまで NBOLED だよみたいな。ちょっとやっぱねその辺はね NBOX 以下の透過類になっちゃってるんで、軽自動車以下みたいな。まあ、この辺はね、ちょっと下せぬっていうところで、まあちょっと。まあ、おいおいね、スバルさんもね、フル LED の透過類とかもね、ぜひ検討していただけると、雪道用のオプションで、それをなんかハロゲン級に戻すみたいな、その分安くするみたいなオプションあってもいいと思いますよ。うん。ヘッドライト含めね。まあ、そうすると ALH がつかないのか。なんか熱線を入れるオプションとか入れたらいいかもしんないけどね、ディーラーオプションで。うん、なんかそういうのあってもいいと思うな。ないっすもんね、ヘッドライトとか、雪とか、そう熱線入れるオプションみたいな、そういうのあったらいいですよね。結構ウィンカーだけね豆球でも溶けない気がすんだよな。そんなについたり消えたりするからね。ということで、まあ、個人的には、まあ、そういう熱線オプションとかあってもいいと思います。じゃあ内装の評価、これはレイバックです。意外と思う方、いやレイバックなんですよ。理由はまあハーマンカードンのスピーカーがついてるんですよね。ちょっと室内とは調べきれなかったんであれですけど、ハーマンカードンのスピーカーがあるってことは、内装にそのハーマンカードンって書いてあるやつがあるんですよね。それがちょっといい感じのアクセントになったりとかすると。内装色はねどっちも黒とかだったんだよね。だから色味がねちょっと地味なのはね、ちょっとレイバックでもなんか明るい色のね内装、まあ、ラブフォームですけど選べるといいですよね。ハリアもでもそうか、茶色の、暗い茶色の内装だったもんな。まあその辺はね、まあいいとしましょう。じゃあ ADAS の評価ね、まあこれはもう問答無用でレイバックでしょう。理由はまあ最強のアイサイト X ですね。まあ、ラブ4あと PDA なかったと。 PDA ついてたらワンチャンラブ4って言ってたかもしれない。フロントソナーもついててパーキングサポートでしっかり止まるしね。ただアドバンスドパークないんですよ。だから周囲の巻き込みの緊急ブレーキとかもつかないんですよね。そう、それがね
ラブ4惜しいなって思うんですけど、幅もでかいし、つけていいと思うんだけど、アドバンストパーク。今度の年次、マイチェンでつくかな。じゃあ、インフォテイメント。ナビ、メーター。これも、レイバック。まあ、これももう規定路線ですよと、いつものね。まあ、理由はね、メーターの位置図っていうのがラブ4にはないんですよね。そう、ラブ4のメーターにはつかなかった。これ、カローラにはついてってるんですよ。謎にね。で、ラブ4、ナビも微妙かったと。まあ、おポンチなあれですよ。高速のパネルの予想通過時間が出ないとか、ディアゴスティーニ方式のエネルギーフローとか、あの理科の実験みたいだね。四駆の作動状況もそんな図だったりとか、オーディオの選択画面でショートカットが消えて、バツ印が一番遠いとこにあるとかね。ジャンクションの割り込み表示で予想到着時間を隠すんで、謎仕様とかね。そういうところがね、ちょっとやっぱ、ひどいんで、ちょっとなと思います。で、レイバックだとね、マルチファンクションディスプレイにね、いろいろ情報を振り分けることができると。例えば、音楽聴いてるとしましょう。じゃあ何にする？新しい学校のリーダーズの大人ブルーにしようか。あの、新しい学校のリーダーズってね、なんか鈴鹿って人が昔 FNS 出た時に、エンディングで下ネタ行って、相葉くん困らせるっていうね、コラボ相手の、アッコさんもちょっと驚くようなね、アッコさんもほら、あれでも収録なのか、だからアッコさん以上だよね、あれ。生放送で下ネタ言っちゃったから、だってアッコさんは、あのおせちのやつね、羽飛びの収録で言ってるから、まだいいとして、あの、モザイクかけれるしね、一応。おせち、おせち、おせ、ピーみたいにすれば、ちの後ピーにすればいいだけだから。うん。まあ、とにかく、その、新しい学校のリーダーズ、大人ブルーって出てて、まあ、なんか、ジャケット写真が出てくるっていう、そう、気の利いたね、あの、表示ができると。あと、まあ、アクセルカイドとかなんかいろいろカレンダーとか表示できるんですけど、まあ、僕だったら音楽かなと思います。まあ、隠すこともできるんで、結構だからそれで地図を大きくっていうのもできるのは、かなりスバルさん選択の余地を与えてくれていいなと思います。で、あと、縦画面だから、まあ、あとレイバックはね、まあ、デジタルコックピットって言って、あの、メーターがね、すごいいいんですよ。はい。あの、すごいいいとしかも言えないぐらいにいいメーターなんですけど、で、あと、天地方向に広いから、実はそれがメリットで、あの、高速のパネルが出ると、現在地マークが若干ずれるじゃないですか。中心がね、地図が左に寄ってなんか出てきたりとか、右に寄ってパネルが出てきたりすると思うんだけど、スバルのナビだと地図のね、なんかその左右によってなんかパネルが出るじゃなくて、もう縦画面だから上の方にパネルが出てきて、なんか横浜町田インター、海老名サービス、綾瀬スマートインター、海老名サービスエリアみたいにバン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 出てきてくれるんで、まあ、こういう情報のね、気の利き加減はもうレイバックかなと思います。じゃあ快適装備。まあこれはごめん、ラブフォースは。うん、もう問答無用。こっちは。理由で言うと、レイバックステアリングヒーターとかもないんですよね。で、ヘッドアップもなくて、ベンチレーションも、まあ、ラブ4にはあるけど、レイバックにはないということで、まあちょっとスバルは、ちょっとヘッドアップディスプレイとベンチレーションは結構消極的な企業かなと思います。まあこの辺ももうそろそろ採用していいんじゃないかなと。未だね、ヘッドアップが採用されてないのはスバルとホンダだけですね。三菱は、アウトランダーで設定されてるし、日産は500万以上の車種になってくると入ってくるんですよ。だからセレナのルキシオンとか、あとエクストレイルの G の E4G グレードとか、アリアとかにはあると。スカイラインは覚えてない、ごめん。で、ベンチレーションもトヨタとマツダぐらいしか積極導入してなくてですね、まあトヨタはもうほんとプリウスから設定されてる、なのにレクサス LBX にはつかなかったというね。え、いや、プリウスについてんのにねって話っすよ。なんかね、トヨタさんそこあったんすね。で、もう一個が、まあ、マツダか。マツダも CX5 のね、スポーツアピアランス、あれに設定されてるんですよ。新設定されて、で、いや、すげえなーと、マツダさん頑張ったなと思いますよ、あれ。だからトヨタとマツダぐらいしかベンチレーション入れてくれないんですよね。で、輸入車はじゃあどうなのよって言われると、輸入車だともう1000万クラスとかじゃないと。要は、メルセデスだと E とかになるんかな、まあ、S は確実についてるけど、なんか GLB とか A クラスとかぐらいはついてない。C もないんじゃない？で、BM も1シリーズ、2シリーズ、3シリーズぐらいまではないはず。うん、4はどうかわかんない。アウディもなんかそんなに積極採用してないかなと。まあ、1000万クラスならないとつかないよっていうことで、
なんか輸入税と比べれば日本車は進んでるけど、とは言ってもスバル、日産は1車種、ホンダ、三菱はゼロ、マツダ、トヨタがめちゃくちゃ入ってるってことで、まあ、この辺はね、もうちょっとスバルさん頑張っていただきたいなというところで、次行きましょう。まあ、納期の違いは、まあこれは、ラブフォーはまあ長め。レイバックは2ヶ月とかで来るっぽい。うん。いや、だレイバック強いのよ。そういう意味で。じゃ、ベストバイはラブフォーなのよ。でも。うん。これはね、申し訳ないんだけど、快適装備の差が結構でかかった。まあ、アイサイト X とかマンションのパレットに入るとか納期が早いっていう点はいいんだけど、ステアリングヒーターすらないのはちょっとなぁと。で、ベンチレーションラブ4にあるんですよ。GZ とかでもね。で、X モードがね、さらにレイバックにはなかったっていうのがあって、もう、だったら、個人的には、ラブ4かなってなっちゃう。うん。あと、個人的にはレイバックよりやっぱレヴォーグを指南する。普通のね。ワゴン側のね。だからそっちを指南でっていうのもあるかもしんないけど、まあ、とは言っても、ちょっとスバルでステアリングヒーターがないのはね、雪国性能で、めちゃくちゃ強いのに、そういうのないのはちょっと良くないんじゃないかなということで、まあ、今回は、まあ、ラップ4の勝利ということになりました。